たん、ありがとう。おすみーたん、ありがとうございます。おすみーたん、こんばんは、こんばんは。ツインテールかわいい、ありがとう。今日高めのツインテール、なんか前もツインテールやったけど、そうだよ、ツインだよ。おすみーたん、ありがとう。今日もかわいい髪型、ありがとう。やった、たい焼きありがとう、たくさん。たい焼き、こんばんは、こんばんは。お、応援していますか。ツインかわ、ツインミータンだよ。やば、アイドルみたい。え、アイドルです、アイドルです、アイドルです。たい焼きたくさんありがとう。毎度みーちゃん、マーズかい、ありがとう。あ、マーズ好き、ありがとう。今日も Thank you。 今日もツインテールでかわいい、ありがとう、ありがとうございます。たい焼きありがとう、こんばんは。かわいい、ありがとう。おつみーたん、ありがとうございます。最強ツインテール、今日は高めのツインテールです。おつみーたん、ありがとうございます。おつみーたん、たくさんありがとう。たい焼きありがとうございます。おつみーたん、こんばんは。日ハムが7点も、マジマンジ、マジマンジ、マジマンジ。おつみーたん、こんばんは、ありがとうございます。イエーイ、たい焼きありがとう。はじめまして、はじめまして、ありがとうございます、ありがとうございます。こんばんは、たい焼きたくさんありがとう。マジマンジっていつのギャル、これギャルなんですか、マジマンジって。おつみーたん、やっほー、今日も暑いですね。今日もかわいい、ありがとう、ありがとう。マジマンジ、俺もさせて、本当ですか、マジマンジって言いました。16日の服装って、16日はあの私服なんですけど、ちょっとかわいい私服ですし、ゆあちゃんとの私服も最強にかわいいです。熱中症、そう、気をつけます、ありがとう。おつみーたん、おつみーたん、ありがとうございます。みんなトーク会、握手会、ツーショット会来てください。たくさんありがとう、星も、ありがとう、嬉しい、嬉しいですね。おつみーたん、ありがとう。そうです、最強に可愛いですよ。15日、お、ありがとう、嬉しい。15日行きますか、ありがとうございます。かきれなの家に、いやいや、え、そう、見た、さっき配信見ました。来週ね、やっとみえちゃんに会えます、楽しみです。可愛い私服装、マジで可愛いです。そう、マジで期待しても、期待してください、本当に。おつみーたん、おつみーたん、そう、結構は、え、そう、めっちゃ可愛いから、マジで。たくさん星ありがとうございます。おつみーたん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。あ、間違えた、たい焼きありがとう。制服止め応募しようかね。え、応募して、来て、あのうちは持ってきて、来て、来てほしい。土曜日の髪型も、そう、土曜日の髪型も楽しみにしててください。なんかね、最近髪型やるの楽しくて、楽しみにしててください。今日も暑かったね、めっちゃ今日暑かったよね、本当にマジで暑かった。ありがとう、クーラー入れた、あ、ありがとう、クーラー入れましたか。まだミーは入れてないんですよ。そろそろ入れます。トップツインテール可愛いね、あゆ、ありがとう、嬉しい、ありがとう。星ありがとうございます。ツインテール可愛い、ありがとうこんばんは。そういえば最近のアイソレの調子は どうだろうこんばんは、それね、え、本当にありがとう、嬉しい。セック止め待ってるね。星ありがとうございます。そう、自分でハードル上げてくるやん。でもマジで可愛い髪型をするのでね、何がいいかな、何がいいですか。制服だから、今週の土曜日は制服なので、ちょっと高校生っぽい髪型にもしようかな、みたいな。小さい頃のみえちゃん、面影めっちゃありますか、マジで、あるかい。確かにあるかもしれない扇風機は入れた、あ、扇風機はね、みゆもありますよ。
暑いからまだ全開したいけど、確かに虫やばそうだね。虫ごめんね、札幌涼しい、いいな札幌行きたい、行ったことないんですよ、いるんだよね今、うん、そうおはみーたんありがとうございます。やっぱりうまい、え、ありがとう、ありがとう。てか仕事終わった瞬間に配信始まった、お帰り道 見てますか、ありがとうございます。ちょうど個人的には、あ、ポニーテールね、前ねポニーテールしたよね、前髪決まったね、そう今日でもぐちゃぐちゃだったんですよ前髪。おつみーたんありがとう。お団子とかもねありですね、制服だと確かにポニーテールも多い、いいな制服、あ制服じゃない、福岡は蒸し暑い、確かに蒸し暑そう福岡今、うん、ありがとう星高めツイン可愛い、ありがとうございます。仙台もえいいな、仙台も涼しいね、今日も可愛いね、ありがとう。なんだっけ、北海道はいいよね、行きたい、なんて言うんだっけ、修学旅行でエスコン、なんでか名前なの、フィールドの中に入れるコースあるのね、それ何なんですか、エスコンフィールド、フィールドの中、え、なんだろうそれ、初めて聞いた、何ポーズで撮るの、まあ、ハートハートキラキラなので、キラキラなので、キラキラです。埼玉県もやっぱり暑いのかな、埼玉県も、そう名古屋も、名古屋も暑いですよね、ハムホ、ハムホね、ハムホってあの日ハムですよね。名古屋は明日30、明日30度やば、明後日32度やばいですね、マジで熱中症に気をつけましょう。日本ハムの本拠地、あ、あーそういうこと、エスコンフィールドね、なるほどね、なるほど、ありがとう教えてくれて。こんばんは、岐阜もヤバ、あ、ヤーバスですか、岐阜も。ミーターのとこの修学旅行はどこなんだろうね、どこなんだろう。ミーは中学校はあのディズニーランド行きました、本当に行きました、バッティングホームバッティングホーム、多治見って暑いんですよね、ミーも多治見暑いって聞いたことがあります。この前の幕張じゃ制服とユニフォームで違う髪型ミーター、おーありがとうございます、嬉しいです。あれ、たい焼きたくさんありがとう、足が痛い、土砂の時ミータン可愛すぎて爆痛かく可能性あるけど、あ、そうですね、ちょっと爆発したら大変いいなりずに、そうめっちゃ楽しくてマジで楽しかったです、またね行きたいですね。名古屋とそうディズニーが多いですね。岐阜は、あ、寒いんですか、岐阜って、寒いのかな、寒い、星ありがとうございます、ありがとうございます。最近返した、おーありがとう、嬉しい、返したばかりありがとうございます、星もありがとうございます。今日はちょっとやんないといけないことがたくさんあります。名古屋住んだ時なんで天気予報毎回差し見てくるんだろうって思ってた、え確かに出てくるね、確かに確かに、多治見行ったことあります、みーは多治見に、なんかタイルわかりますか、あれのところに行きました、星ありがとうございます。え、岐阜はかなり雪降る、あ、降りますよね、冬とかは降りますよね。今日のコーデ制するかわいい、ありがとう、嬉しい、ありがとう。昔は修学旅行といえば、あースキーね、みーたんずと皆様だったら、あ、わかりますか、みんなスキーいいね、スキー多治見はだから空気も、確かに暑いもんね多治見って、なんかみーも多治見暑いって思ってます。タイルミュージアムかな、行ったことあって1回だけ行きました、自分のタイル作りましたっけ、あ作ったかも、作った、昔俺多治見住んでたことあったんですか、なんか意外です多治見のタイル知ってる、そう知ってます、みんなスキー、あスキーはやったことあります、スキーはありますよ、なんかちっちゃい頃に5歳ぐらいの頃一回ボードやってみたんですよ、あ一番最初は多分スキーから始めたんですけど、ボードもやってみたけど、なんかちゃんと滑れるようになって、小学校になってから、最近全然行ってないから今多分滑れないと思うけど怖くて、
でもちゃんと上から下まで下がってスキーやってました。めっちゃ楽しいよねスキーって。でも怖いよね。前回の配信より先生のそう高さ上げてみました。スキーといえば三吉さんと倉島亜美さん、倉島亜美さんねスキーですよね。三吉さんスキーなんですか、意外。みゆちゃんスキーうまそう。でもねスキーは怖いなんか楽しいけど、うん、はい。修学旅行は京都奈良だったな。あーみゆもあの小学校の頃そうでしたよ。そうでした。この間の節句止め公園、うん、節句止め公園の話ですね。節句止め公園で初めてあのマキコさんと初めて出演して、アンズさんと京香さんと久しぶりに制服の目公演出たんですけど、なんかやっぱり久しぶりだし初めてのマキコさんと一緒に出れるっていうのを出れるのがすごい楽しみで、緊張してた、楽しみだったし緊張もしてたんですけど、すごい、うーん、あのそれでポジションも変わってから2回目で、それでもめっちゃそれもめっちゃ緊張してて、万華鏡も緊張してたんですけど、でもなんかやってたらどんどん楽しくは なるんですけど、ミーはいつも楽しくなって、それで結構緊張はしたんですけど、なんかコールとかペンライトとかミーのが見えてめっちゃ嬉しくて、まあ、全然緊張なんで吹っ飛ぶなんですよ、吹っ飛んで、それであのですね吹っ飛んだんですけど、あのマヒコさんがまずもうパフォーマンスがもうミーのアイドルステップからもう何から何まで全部がなんかキレとかしなやかに踊るのかも全部が違ってびっくりして、すごい勉強になったんですよ。動き方とかすごい定点とか見てなんか全然違うなっていうところを気づいて、なんかすごいこういうところはこういう表情で踊ったらいいとかすごい学べて、めちゃめちゃ先輩と出れてよかったなってすっごい思ってて、ダンズさんと京香さんのいつも見たらもう本当にすっごい上手で、もう本当にもう上手なんですよ。皆さん知ってると思うんですけど、うん、上手でそうだし、なんか久しぶりに一緒に公演出るのすごい楽しみだったので、なんかちょっと成長した姿を見せたいなとは思ってて、で一緒に公演に出て隣で踊る時とかもたくさんあってお話もできてすごい楽しかったし、すごいたくさん学んだ公演になりました。めちゃめちゃ学んだ声になってありがとうございました。本当にマジで、うん、そうユニットのセンターの話ですね。ユニットはなんか最初ずっとあの狼とプライドを見やせたんですけど、すごい狼とプライドも大好きだったんです。それで大好きでなんかもうめっちゃ楽しみでいつもユニット、それででもなんかいろんなユニットをやりたいなってずっと思ってて、オオカミとプラジャも大好きだけどなんか万華鏡もすごい好きだったからやってみたいなってずっと思ってたんですよ。したらユニットを万華鏡のセンターになってすごい嬉しいけど、でも京香さんが万華鏡のセンターってめっちゃすごかったじゃないですか。だからすごいなんかもう心配でなんかもうやっぱりなんか差は絶対出るじゃないですか。だからなんか大丈夫かなって思ってて、なんかその練習してる時にもうなんか動きが結構難しい部分があって、なんかやばいなと思って、本当に公演もうすぐなのにもうちゃんとできるかなってめっちゃ不安だったんですよ。でもなんかそのゆあちゃんとかはなちゃんとかほくみんとかそうだけど万華鏡をやってた子にたくさん教えてもらって、そうこれで合ってるってたくさん聞いてやって練習レッスンで合わせて、でも最初のレッスンの時はもうなんか全然うまくできなくてちょっとやばいなって思ってたくさん練習したらそしてあ、まあ、すごい楽しみだったので、その初めて万華鏡を披露するっていうのがなので、もうめっちゃその当日楽しみで楽しみ でそれで多分自己紹介やってる時にもみんな何やると思ってるんだろうなと思ってワクワクしててやらかしてたんですけど、でそれで万華鏡初日ですごい初日そう万華鏡初めてやった時すごい嬉しかったし、もうなんかミーターンってたくさんいてくれてめっちゃ嬉しかったんです。は
ありがとうございます本当に、はい、みーたんのコポジションありがとうございます。嬉しい嬉しいマジで。みーたんのメール取ってみたから、お返信ありがとう、嬉しい、ありがとうございます本当に。そう MC は本当にね、なんか MC というか喋るのがあまり得意じゃなくて、あの見てたらわかると思うんですよ、なんかえみたいななんか、うん、本当に話す、なんか普通にこうやって話すのは好きだし、その普通にトーク会とか握手会で話すのも好きだし、メンバーとか話すのも大好きなんですけど、なんかそのみんなに見られながら喋るっていうのが、そうすごい緊張したり、なんか大丈夫かなと思っちゃって全然喋れなくなっちゃうんです、いつも。だからなんか本当に MC がもう自分の中では問題すぎて、 MC とか自己紹介が焦っちゃったらもうやばくて、いつも見えば、だからはい、やばくてちょっとたくさん勉強してやっぱり成長していきたいなって思いますね、マジで。皆さんありがとうございます。公演中のみーたんの笑顔がとてもありがとう、嬉しい。めっちゃ公演楽しくからさ、なんかもうすごい笑顔になっちゃうんです、わかりますか。そう本当にまひこさんすごい、先輩ダンスのそう本当にめっちゃ上手くて、もうびっくりします。ハートありがとう、素晴らしい感想ありがとうございます。さっきのいい声の MC で松川みーちゃんのパフォーマンスすごかったでマックス、えそうなんですか、本当にえ本当にマークさんとそうめっちゃ面白かったですよね、本当に面白かった、 MC 面白かったよ、ありがとうございますMC ね、レベルアップだね、ありがとうございます。また制服止めのみーたん、そうね、楽しみにしてるから、うん、来てください。いろんなみーちゃんを見られるのはこっちもありがとうございます、嬉しい、またね来てください。そうマイクさんの動き本当に綺麗です、マジですごくて、もううん、もうストレッチしてるのでもうかっこよくて、もう本当にすごかった、ありがとうございます。長くにありがとう。DMM で見てたけど、みゆちゃんの間劇がめちゃくちゃ良かったよ。歌うますぎ。嬉しい。なんか歌もちゃんと声が出るときと出ないときがあって、なんかもう心配で、いつもなんかあんまり家の中で騒ぐのもあれなので、騒ぐっていうか歌うのもちょっとうるさくて、うるさかったら嫌だなと思って、外に聞こえてたら嫌だしなと思って、掃除機をかけながら歌を歌ってるんですよ、公演前はいつも。なのでやっぱり声が出ます星ありがとうございます。みーちゃんのマギョ最高、ありがとう、嬉しい。女の子じゃない、狼とプライドの衣装めちゃくちゃ似合ってたから、またいつか、可愛いですよね、めっちゃ可愛い、マジで。たい焼きありがとう、嬉しい、マジで可愛いんだよね。女の子の第六感そう、女の子の第六感もみーめっちゃ好きなんですよね、だからね、いつかやってみたいなって思います。声がいい、ありがとう。みーたん出演重ねる、どんどんアップしてるってるよ、ありがとうございます、嬉しい、マジで嬉しいです。真似しなくていい、みゆちゃんの曲を作ってありがとうございます、ありがとうございます。ママさんは飛行しなさい、そう、まひこさんのパフォーマンスがすごすぎて、ママが家でずっと言ってます、本当に。マギキョ最高だよ、ありがとう。歌う前から似合うよね、ありがとう、もうめっちゃ嬉しい、本当にマジでありがとう。マギキョセンター見れて嬉しい、本当にマジで嬉しいです。そう MC とかね、早着替えもある、そう早着替えもすっごい緊張じゃない、あの間に合うか心配で、いつも本当にもう焦ってるんですよ、なんかあ今日早いわとか言ってきながら、いつもどんどん時間がなくなってって、やばいってなってなります。みーたんと声は聞こえてます、ありがとうございます。今週のみーたんの笑顔は素敵よね、嬉しい、ありがとう。そう MC めっちゃ緊張してますよ、本当に、うん、めっちゃ緊張してます、マジで。バレーボールネタはアドリブですね、
そう見たいなと思って。ニータの万華鏡センターの初ねえ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。いやショールーム感覚で話そう、そうそうやってね話したいんですけど、なんか公演になると全然うまく話せなくて、なんか言いたいことも全然ちゃんとうまく言えなくて、もう困っちゃいますね。みーちゃんらしくてありがとうございます。みーちゃん MC 行こうかな。え、本当に本当ですか、本当ですか。なんかもう緊張してて、いつも緊張しててやばいんですよマジで。たい焼きありがとうな、これ止まった、本当にね。こんばんボンジュール、ありがとう。 MC は年を重ねば自然とでき、本当ですか、ありがとうございますね。ちゃんとね、ちゃんとうまく話せるようになりたいですね。だからさ、本当にみんなすごいなって思うも、なんかもう12期もさ、めっちゃみんな面白いじゃないですか。 MC もラミューがもうなんかもう2倍になっていつも焦ります。ちょっと変わりすぎ、ありがとう、ありがとう。 MC の時にマイクを両手ギュッと握ってそこで本当ですか、そうマジですよ。え、でも嘘なんかい、嘘なんかい、もう嘘つかないでください、本当に嘘ついてます。どんどん選手してる、ありがとう、嬉しい、ありがとう。こんばんは。 MC の時は毎回見てたミータの緊張が伝わってくるけど頑張ってる感じがすごいです。え、本当ですか。え、もう本当にいつも緊張してるんです。え、わかります。やっぱり星ありがとう、たくさんレインボースターありがとうございます。もうね、うん、マジで緊張してていつもやばいんですよ実はね。21日当選してほしいですね、マジでしてほしい。そう、マイコさんに褒めるのはなんかそう嘘らしいです褒められたいですね。ミーちゃんドラゴンズの推し打ちは知ってるよ、知ってます、知ってます、ちゃんとありますよこちら。こっちです。持ってますよ、みーもちゃんと。こんばんは、こんばんは。セクの目、お、申し込みありがとうございます。正直そう、そうそうそう。なんだろう、お話し会、お話し会。どうだろう、みーた歌声最高、ありがとう、嬉しい。この間のマギキを私的には歴代な、え、本当です？めっちゃ嬉しいんですけど、うん、なんかね、すごいそうやって言ってもらえるとマジで嬉しいです。なんか歌い出しがひっくり返らないか心配で、いつも声がそう、防音対策しっかりして歌います。お洋服と髪型かわいい、ありがとう、嬉しい、ありがとう。最近見えちゃう、そう、あのちょっとね、あのそんななんかそんな思いっきり嘘はつきませんけど、そんな重い嘘はつきませんけど、軽い嘘はたまにつきますお、甘い、ありがとうございます、ギフトありがとう。自分のペースで慌てず、ありがとうございます。思い出以上もいつか見たい、え、嬉しいですね。今やってみたいけどさ、絶対難しいし、かっこいいよね、やってみたいですね、全部やってみたいですね。みーちゃん美人すぎる、ありがとう、ありがとう。歌声と、おー嬉しい、笑顔に惹かれた、ありがとうございます。たい焼きありがとう。みーちゃんスタイルがいいから見る、嬉しい。嘘ついてみてください、嘘ついてみてください。明日引っ越します、嘘はい、明日は引っ越しませんよ。ジェラシーは自分ね、ジェラシーいいですよね。なんか激しい曲が好きなんですよ、だからすごいジェラシーのアリバイ大好きで、もう大好きですね。そう、 MC 終わった後めっちゃ急いでるわかりますかね、はい。見たのかな、見てみたいね、やってみたいんですけど、多分緊張してやばそうです、あれは絶対に。やってみたいですね、すごいさね、やってみたい。焦って怪我しない、うん、怪我しないようにしますね見たい、早くね、会いに来てね、楽しみ。マジで、そう、口癖なの、マジでが最近口癖なんですよ。 SK にはハゲガイのプロ上村彩香さんがいるから、え、そうなんですか、ちょっと聞いてみますツイッターで可愛い、ありがとうございます、ありがとう。
声は堂々としてて頼もしいなって思って見てる親目線。嬉しい。本当はね緊張して MC がすごい緊張してます。あと水のないプールも緊張してるんですよ実は。いつもね緊張してます。本当いつも制服の公園、そうめっちゃね制服の上公園来るもん、来るもんっているもんね。ありがとうございます、嬉しいです。みーちゃん司会が、え本当に本当にですか、本当にですか、ありがとう。かわいいよかわいい、ありがとう、嬉しい、ありがとう。ショームルームはショールームは何千人見てるけど、ここはただ300人だけど、えでも緊張するんですよ、緊張しちゃうの実は。12期生最高ですよ、最高です。さつきち生誕祭のコメントが取ってありがとうございます。なんかねめっちゃ緊張しました、それも、うん、ね、みんな焦らなくていいよって言ってくれるけどありがとうございます。今日もおすみーたん今日も可愛い髪型してる、ありがとう、嬉しい、ありがとう。みゆちゃんの曲調は大きなダンスだけど丁寧で早かさも感じる、本当に本当ですか、マジですか。ドラコンユニフォームパパ女装したのに、え女装したんですか、女装したんだ、もらえなかったかね、もらいたいよね。最強ツインテールありがとうございます、ありがとう。これの話するとみんな歌ももやね、ありがとう、嬉しいですね。でもまだまだ課題はたくさん本当にあって、そこをちゃんとたくさんたくさん直して完璧にしたいですね。そう、ナイツライドルみたいな、そうドラゴンズの内場ですよ。こんばんは、しーちゃん可愛いんですよ、しーちゃん、しーちゃんっていうのはあれです、みゆのおじいちゃん家で飼ってるワンちゃんです、飼ってたワンちゃんです。夜半お尻にいるんだけど、みーたのココミン嘘つきじゃん、あの嘘つきって言わないでください嘘つきじゃなくてちょい嘘、ちょい嘘です、嘘つきじゃないです、ちょい嘘ですね。なんとかね21日来て、マジでマジで来てほしい。軽い嘘、そう軽い嘘です、軽い嘘だから嘘つきではない。みーたみんなに愛されてね、ありがとうございます、嬉しいです。可愛い嘘ならどんどんついてくださいどんどんついてつきません。22日のお嬉しい、めっちゃありがとうございます、嬉しいです、可愛い、ありがとう。愛知県のお嬉しい、めちゃめちゃ嬉しいですね、ありがとう。そうそんな感じで結婚のさそうカルハのステーションもやってみたいですね、うん、マジでいいですよね、なんかうん本当にいい。そう引っ越すと軽くない、確かに。でもね嘘ってのが早い、えそうだから嘘だっていうのが嘘じゃないんですけど、ね嘘なんですけど、はい軽いね。万華鏡でユニットになってミーターのジェラシーを頭から、あー確かにミーもジェラシーとアリバイ最初から出たいけど万華鏡もやりたいから両方やりたいです。22日少しだけです、おありがとう、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい。このお菓子作ったの、そうだよ、あそれはココミンです、それはミユじゃないですよ。なんかねクッキーくれて、ココミンが可愛いハートかなんかのクッキーくれて、なんか花ちゃんとこれ誰が作ったのみたいな、ね、えうちが作った、嘘って言われました。ツインテールが一番似合う、ありがとうございます。水のないプールは歌うじゃないですか一番最初、そこがすごい緊張して、で前なんですよ一番前でやるので、すごいそこに緊張しちゃうんですよねいつも。星ありがとうございます。スクリーンに入ってからたくさん、そうたくさんね会ってますよね、ココミンコールいつもめっちゃすごいよ本当にすごいなんかすごい声聞こえる、声聞こえる、それどこだろうどこだろうって探したら前いました。カニ投手からこんなに押してるの兄ちゃんが初めてやば、嘘じゃん、え本当に、え嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。あさってか制服の目ね、もう本当に当たってほしい、みんな21日、ね当たりますようにマジで。おはみーたんありがとう、出遅れ初見ではないけどありがとうございます。少し髪の毛伸びたんですよ、みゆ髪の毛伸びるのめっちゃ早くてマジですぐ伸びます、すぐ伸びてもう伸びましたね、めっちゃ伸びました。そう今日今年1が暑いんですか、夏はあんまり得意じゃないけど得意かな、どうだろう、うん、僕嘘ついたことない、えそうなんですか、本当に本当ですかないですか、
ホラフキーも違います。ホラフキーってなんかやだな。仲間の歌はね、歌う時の、そう、一番最初このレッスンの時にすごい持って踊ることなんかあんまなかったから、すごい嬉しくて。何してもこれありがとう。6月16はそう、あのね、下の服はスカートなんですけど、決めてるんですけど、上はあんまりまだ決めてなくて、でもすごい可愛いし、もう会いに来て、マジで会いに来てね、本当に。チアドラボブの子、いるんですかそんな子。みーたん軽嘘つきだから、俺も軽嘘つきね、もうマヒクさんのやつは本当だと思っちゃった。でも初めての頃に比べると最近の公演パフォーマンスはマジで良くなった。嬉しい、ありがとうございます。なんか初日の制服の目公演の時も、初めてのその公演っていうのに、まあ2回目だったんですけど、公演で自分たちの公演に出るの、あ、まあ違うか、でもなんかちゃんと最初から最後までたくさん公演に出演するのが初めてで、すごい楽しみだったんですけど不安で、でも絶対に初日に出たいっていうのがあって、テストの前とかすごい大晦日で、まあね、たくさんおばあちゃん家に行ったりしたりして、あまり時間がなかったんですけど、絶対に出たかったから、たくさん本当に練習して、マジでたくさん練習して、セリ自分でリビングに作って、テープ貼って、だからやっぱりそういうだったから、絶対にもっともっとなんか成長したいなって思うんですよね。だからミユにたくさん見に来てくださいね。今日何時までやろうね、何時までやろう、9時15分までやります。9時15分まで。私も研究生からがっつり押してるのはミー、嬉しい、ミーたん初ですか、応援したくみる、嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しい、ありがとう。21日応募してます、当選ね、当選しますように。本当に人生について一番大きな嘘、大きな嘘、ないえ、なんだろう、大きな嘘、大きな嘘でしょ、なんだろう、なんかママにびっくりされるよ、びっくりされるってなんか、本当って言われること、前嘘ついたけど、そんな大きな嘘じゃないです。ミータのチラシもありがとうございます。幻覚の涙よ、チェラシーのアリバイ、あなたしか見えない、ここが好きなんです、あなたしか見えない、何度消しても燃え上がる愛しさ、あ、チェラシー、てん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 、海を越え、家を越え、なぜ私は一人で歌うの、腹があってしょうがないと分かっているくせに、自分のその手でそう、お菓子はね作れないですけど、ココミンの音はコールもすごいし、そうそうなんですよ、本当にコールすごいいつも探します。みーたん、ココミン同級生ペア可愛いね、ありがとうございます、嬉しい。バレーうまかった、あ、本当ですか、あの MC の時にね、ありがとうございます。坂村ついてる可愛い、ありがとう、やった、みんなちゃんとポストしてくださいね今日も配信楽しいです、楽しいです。カルソーをつける人は平気で大きな、そんなこと言わないでください、急に悲しくなります。違いますよ、もうそんな大きな嘘はつきません、本当に。制服のペンペです、ありがとうございます。さやかさんにね、少しもうお会いしたんですけど、本当にちょっとだけね。21当たると勝手に3日連続ミーターフェス、おお、あ、そっか、だって、あ、21、22、23になるもんね、え、嬉しい。そう、ミーターフェスティバル、ツインロングも似合うけど髪型仕事も、本当にどうだろうですね。そう、リビングにセリ、なんかマスキングテープでやりたかったんですけど、黒の、でも家に黒のがなくて、なんか透明みたいな白いテープがあったので、それをなんかほんと狭いけどマジでちょっと作って、4つぐらい線引いて、番号もやってみたけど、もう番号はできなくて、もう頭の中で番号は口で言うようにして、でマジで
ずっと焦ってました。ニューバーも雨は10時までです。自分もお試し会から押してるのはみゆちゃんが嬉しい。みゆが初めてって人めっちゃ嬉しいんだけど、ありがとう。これからたくさん行く、ありがとうございます。来てね、ありがとう。お手紙は次はみねさんのお手紙セット。お、そうなんですね、嬉しいよ。お手紙みーたん正直者だから俺も嘘も可愛いよね。ありがとうございます。みーたんしか見えない。あ、本当ですか。ちょっと立って全身コーデ。ちょっとズボンがね今ちょっとねなんかちょっとよくわかんないズボンなので歌い始めたら止まりません。タートだタートだとタート言えたよって泣きたかった。聞き分けよくない出して声に出して本音を言えたらいいけど、幼馴染のあなたには素直になれなくて嘘を見抜いてよ。タンタンタタンタンタンタタンタンタンタタ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 。前の握手会は中途半端だったから15日は本格的に俺のアバターの、おお、マジマンジ楽しみにしときます。こんばんは。みたいに思い切りアタックされた人生、思い切りアタックされた人生ポン。今回もツイートありが、あ、違う、ツインテールね、ありがとう。ポストするね、ありがとうございます、嬉しい。好きになって楽しいです、本当に楽しいです。みーちゃんに出会えて本当によかった、嬉しい、ありがとうございます、嬉しいです。マジでたい焼きありがとう。21日の制服の申し込みました。当たれば初の12期中心の子、おお、ありがとう、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。そう、バレエってやめてまで好きに入ってくれてありがとう、楽しい、ありがとうございます。みんな生誕祭のこと覚えてますか。すごい、ありがとう。家はどんな感じで、どんな練習、家ではどんな制服の目だったら、まず動画見て立ち位置とか見ながら練習して、で 音だけ聞いて、鏡っていうか反射するので窓を、夜になるとその姿見て練習してます。だけど自分の部屋で練習する時もあります。そう、豆いっぱい待ってる、ありがとうございます。後ろのぬいぐるみはもう可愛くて、ファンの方がからいただいたもので、めっちゃ可愛くてネックレスも入ってて、もう可愛いんですよ。はい、お手紙欲しいな。欲しいですか。欲しいですか。今日も一番可愛いみーちゃん、こんばんは、ありがとうございます、ありがとう。今日はツインテールミーター見れたから明日も、ありがとう、嬉しい。みーちゃんダウト好き、え、本当です。みーもね、あのダウトって、ダウトってさ、あのあれじゃないですか、あの前回その菅さんポジションやってたんですよ。今木崎さんのところやってて、菅さんポジションの時もう前だったんですね。前でやることが多くて、ダウトダウトダウトって、それもすごい嬉しかって、嬉しくて、それで今のポジションでも前でやることがあって、前でダウトやれてめっちゃ嬉しいんですよ。みゆダウト好きなので、なんかもうすごい好きな曲で、あえて前で踊れてめっちゃ嬉しいんですよね。実は DR でミーターの教えなかったこととかして、でもありがとうございます、今押してくれて嬉しいです。ツインテール可愛い、ありがとう。前髪の調子はなんかいいんですけど、あんまり良くなかったです今日は。フリートポジションと歌詞同時に覚えなんかあかんって大変。そう、大変だけど覚えたらすごい楽しいからね。振り返って後ろツインテール、12期でミータン初めてじゃないけど、多分ミータンで落ち着きます。あ、ありがとう。多分ですか。ミータンがギャルにはなってませんよ。ミユキャイクスポットしたいからスクショ1枚ありがとうございます。たい焼きありがとう、 ありがとうございます。本当に生誕祭ですね。あれ、あ、そう、ミユのモバメでたまに誤字があることがあって、前絶対って送ったんですけど、絶米って送ってて、絶対って送ったつもりなんですけど、絶対の絶に米って送ってて、絶米って送ってて、そういうのたまにあるかもしれないんですけど、ちょっとね
すいません、それは。星ありがとう。22日、23日の握手会。お、楽しみ、ありがとう。そう、ゆりやさんポジション。木崎さん、木崎さんですね。木崎ゆりやさん、知ってる、知ってますよ、知ってます。めっちゃ可愛いですよね。本当に知ってます。ハミータン、なんか、木崎ゆりやさんの、狼とプライドがすごい可愛いなと思って。練習で辛いなと思ったことあります。あります、あります。とね、何が辛いと思ったかな。まあ、いろいろあって、いろいろあって、その、覚えるのが難しくて、辛いなって思ったこともありますけど、やっぱ公演って楽しいから、そんなことなんか吹っ飛びます。みゆちゃん見てると、本当に楽しく活動心に伝わってきて、こっち、ありがとうございます、嬉しい。タウトのミーターで私は惚れました。嬉しい、ありがとうございます。あとなんか、一番最初にこうやって、読むのがもう好きなんですよ。みゆちゃん、生徒さん、最初見たときは普通に、見てたけど最近見た時は号泣して、おーありがとう、号泣しましたか。ギャルミータンじゃないです、ツインテールの髪の毛殴りませんよ。5時あっても意外と気にせず読みちゃう。そうなんですよね。ね、モバメ見て時々はてなはてな、確かにちょっとね、今なんか充電がなくなりかけてて、5時やつ、そうそう、5時ごめんなさい、絶米って矢上久美さん知ってますよ、知ってます、知ってます。なんだっけ、ゲネプロの時にお会いして、すごい気づきました、すぐ。たい焼きありがとう。あ、そうなんです、あさやかさんね、そう、ゆりやさん、去年までまみこちらけメンバーのを取ってから5時に気づかんと普通に言うんで、確かにそれはそれでいいよ。松川家のミータンコールの話面白い、ありがとう。そう、ママに見て見てばっかり言って、そう、ミータン木崎りさんと同じ年、あ、そうなんですか、年、泣いて帰った時当たって生誕お手紙でありましたね、泣いて帰った、あ、そうそうそう、泣いて帰って、そうそう、一回それはいつだったかな、ほんと制服の目の近い時、なんかもうすごい、もうなんかお母さんがその時車で迎えに来てくれたんですけど、もうずっと号泣してて泣いてて、車の中でカニを食べる日だったんですよ、おじいちゃんちで一緒に、だけどなんかもうめっちゃ泣いてて車の中でって感じでした。でも全然ね大丈夫ですよ。こんばんは。返信は5時なのに結構見返してるのはここだけの、あ、本当ですか。今最近ねちょっと5時ないよねって、くるくるした。あ、明日そうなんですか、矢上久美さんの誕生日なんですか、将来の後輩が松川美優さんですか、知ってます、めちゃめちゃ可愛い人ですね、そうだよ本当に言われるようにね、今日のミータ赤ちゃんみたい、赤ちゃんみたいですか、ありがとうございます、ありがとう、みんなありがとう、たくさん、そう、涙の数だけね、ということでちょっと読みますね、ちょっと一回投票の機能使って、たい焼きありがとう、ミーター大好きのチュリスチーさんかな、ありがとう、嬉しい、ありがとう、嬉しい、みゆちゃんバブちゃんありがとう、赤ちゃんみたいにありがとうございますありがとうございます、赤ちゃんは確かに、みゆちゃんバブちゃん確かに赤ちゃんって言われないあんまりそうね、ありがとう、でもそうで、でチャンスを切り開け、勝利つかめ我らと、ララ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 、レッツゴーツゲザーゲザービクトリー、大人っぽい、 ありがとう、大人っぽいですかね、そう、こっちゃん赤ちゃんですね、こ
とっちゃんは赤ちゃん、そうです、応援歌。いつか握手会で幼稚園児のコスプレお願いします。サスケシとサスケシとお揃いでしたいですね。確かにいつもなんけど、あ、今日はですか、何だろう、今日魚でマツコアカレー、マツコアカレーなんかあるんだ。うーん、こういうの話したありがとうございます、たくさん話しますね。ドラゴンズのラブコ人選手の応援、そう大好きなんですよこの歌流れなかったですか、楽天ちゃんって今度、あ、そうでで、あ、今日はあんまり歌もに流れなかった、なんでだろう。海を越えて夢を叶えるように、みーたんのとこに寝されて過ぎてちょっと、寝ちゃったんですか、寝ちゃいました。ツーショットっておすすめのポーズあるのかな、こちらもどうぞ。おすすめのポーズはハートもおすすめなんですよ。 1ということで、キラキラポーズ、みーたんチャンスです、みーたんチャンス。カットバセカリステ、カリステ選手めっちゃ打ちますよね。ということで、コーグルからありがとうございます。知ってますか皆さん、今いちごのちょっとどこのお店のかとは言わないんですけど、いちごの練乳のアイスがあるの知ってますか。もう食べるの2回目なんですけど、めっちゃ美味しいんですよ。もう今日も食べたすぎて、まあ、家になかったんですけど、今日はもうマジでめっちゃ美味しいんですよ。知ってるよって方はね、言ってくださいね。みーたんとハートした、マジで、ハート、ハートです。ヒントは、わかんない、ちょっと、何だろう、まあ、たくさんどこにでもあるようなお店に売ってて、わかりますかね、かき氷系です。いちご練乳みたいな感じで、そう、いちご練乳氷かな、多分それ。めっちゃ美味しいんですよ、本当に。そう、楽天スコアが行ったのに、みーたんいない日に行っちゃいましたか。マジか、あ、金曜日に行ったもん、あ、土日行ったのか、セブンのかき氷、そう、あ、行っちゃったそうなんですよ、ちょっとヒントを与えて、すぐ行っちゃいますね、前もすぐ行っちゃったし。そうなんですよ、コンビニで、なんめっちゃ美味しくて、もう、そう思ってるよ、確かに。そう、本当にいっぱい食べます。そうです、美味しい、本当にアイス協会に、みもアイス食べたい。ということで読みます。じゃあまず20位からかな、読みたいと思います。20位、ハリーさんありがとうございます。19位、チャロさんありがとうございます。18位、りょうへいさんありがとうございます。17位、さかなさんありがとうございます。16位、くれないのべこさんありがとうございます。15位、おっちーさんありがとうございます。14位、京都まささんありがとうございます。13位、しまっちさんありがとうございます。13位、ゴーさんありがとうございます。あれ、12位、なるたんさんありがとうございます。11位、まーさんありがとうございます。10位、よしさんありがとうございます。9位、あぶさんありがとうございます。8位、アンディさんありがとうございます。7位、しまっちさんありがとうございます。6位、キシアンケイさんありがとうございます。5位、ラブ太郎さんありがとうございます。4位、プースケさんありがとうございます。3位、春龍さんありがとうございます。2位、ケイチさんありがとうございます。1位、ツーさんありがとうございます。ということで、今日のミータンデーの31位の方は石川さん、ありがとうございます。ありがとう本当に。ということでね、たくさんみんなありがとう、はい、ありがとうございます。あれ、こっちか。皆さん今日もコメントとギフトたくさんありがとうございました。なんかたくさん講演の話もできたし、いろんな話ができてすごい楽しかったです。ということで、皆さんみーのことあげてくれたら嬉しいです。ポストに見ますね。ありがとうございます。
そう、週末もすごい楽しみにしてます。ということで今日もたくさんありがとうございました。明日も一日頑張りましょう。ありがとう、バイバーイ。